青銅製の毛ン、13世紀徳川家の毛萬毛ンは、仏道における小言具の一つ。花かつら、花かつらとも書く。盆語の、くすままーらーの簡役で、ママともそままらと恩赦される。近藤、牛革製の円形、または、楕円形のものに、唐草やレンゲを透かし彫りにして、火炎に、草状の金物や鈴を垂らすもの。毛萬は、もともとは、 成果で作られたリング状の缶で、ソーシングであったものが奏などに対して伏せされたものと考えられている。本来奏は出家したものであり、自分の身を飾ることができないことから、伏せされた花輪をフッツを祀る、フッツ道を飾るものへと変化したものと見られる。それが向上化して、中国や日本では、混同製などの金属でできたものや、木製、革製のものなどで作られるようになった。 インドでも様々な素材で作られていた。形状は、主に、内輪型でその頂に、紐で吊るすための缶が付いており、包装花分やレンゲ分などのほか、家料瓶画や、種子などが施されたものがあり、揚げ巻き欠が付されている。平安時代の代表作として、京都、当時の、家両瓶画分牛ひけマン、岩手県、中村寺根寺堂の、近藤放送家分スカシボリけマンなどがある。 A.B. ケマン、大百科事典、第八巻平凡社、1935年、大事戦牛ヒケマンケマンとは、ミホミュージアム。ありがとうございます。